JR 九州は9月23日に開業予定の西九州新幹線関連のダイヤを発表しました。およそ4割がスピード重視の速達型となっています。まあ、博多から長崎、あるいは千葉、大阪、関西地区とかですね、含めた速達性を向上させて、新幹線の価値を最大限発揮できるようにしたいというのが一点ですね。JR 九州によりますと、武雄温泉、長崎を走る西九州新幹線は、1日あたり上下線で44本運行されます。このうち一部の駅しか停車せず、時間短縮を重視した新幹線が19本で、全体の4割に上るということです。博多・武雄温泉は在来特急リレーかもめが走り、乗り換えも含めた最速の所要時間は、博多・長崎は1時間20分で、30分の短縮となります。